ヤッホーヨーだよということで、待ちに待った佐々木と宮野のグッズが届いたので開封していきます。注文したのが確か夏前とかだったと思うんですよね。なので3ヶ月くらい待ちました。よいしょ。に見ちゃった。こちら、BL の漫画の佐々木と宮野っていうのの2022年度誕生日イラスト裏ルートアナザーシリーズっていうののグッズです。作者の春園翔先生がそのツイッターにキャラクターの誕生日にイラスト、誕生日イラストみたいなのを上げてたんですよ。それのグッズです。なんかもうそれをね見たとき、そのイラストを見たときにすごいかっこいいと思って、めちゃめちゃいいイラストだったんですよ。だからグッズ出たら欲しいなって思ってたんですけど、出ました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。これがまずあれですね。ランダムなので普通に全部見ちゃった。購入特典のシールだったっけな、です。絶妙に揃ってない感があるな。まず佐々木と宮野、あの漫画のタイトルにもなってる佐々木と宮野の宮野くん、そしてあの私はあのどちらかというと佐々木と宮野も推してるんですけど、その別のカップル、カップルじゃない、まだごめんなさい、まだなのかもわかんないけど、の平野と影浦っていう二人がいるんですけど、その二人を割と推してるんですよね。そのうちの平野くん、平野先輩、いいわ。それ以外のキャラクターはあんまり、まあ、掘り下げられてはないんですけど、でもね、あの魅力的なキャラクターばっかりです。だからあれだ、このここの相方がそれぞれ出なかったって感じだね。アクスタを4つ買いました。佐々木と宮野の主人公の2人と推しの平野と影浦で買ったんですけど、うわー超いいな。スタンドもおしゃれだし、あ、この文字はあれなんだ、あの花言葉の文字が書いてある感じですね。親思い、あなたは私を騙すことができないが、ここに書いてある。これしかもあれだ、こっちだと親思いがこう読めるようになってて、逆にするとこのあなたは私を騙すことができないが表に来るようになってて、どっちでもいけますよみたいな感じになってるんだ。うわー、いい。ということで全部出してみました。足長え。宮野とかね、メガネかけてるし、ウインクだし、佐々木先輩もメガネ持ってるんだね。このポケットの、ジャケットのポケットのところに入ってますね。へえ。大変に良きグッズ。そしてよ、いや本当はね全員分欲しかったの、このアクリルスタンド。でもさすがに飾る場所もないし、お金もまあかかるしってことだったので、全員が乗っているこちらのキャンバスボードを買いました。イエーイ。いやこれも超良くないですか。ちょっとなんかタロット感があるというか、ステンドグラス感があるというか、何なんて言えばいいかわかんないのあれですけど、おしゃれよねこれ。初めて買いました、ちなみにこういうキャンバスアートみたいなやつ。開けようかな、せっかくだから。いやでもこのまま飾ってもいいよね。傷つけたくないし、なんかアクスタとかはさ、もうこの形にしないと飾れないというか立てれないっていうのがあるけど、これこのままでも飾れるじゃんね。あ、反射があるから一旦出すだけ出して、目に焼き付けて
しまうわ。どうしよう。すごい買ってよかった。すごい買ってよかったな。本当に佐々木と宮の、まあ、平野と影浦、まあ、BL ではあるんだけど、その人たちキャラクターたちの日常みたいな感じがメインなので、ラブのシーンとかも全然ほぼほぼないに等しい。なんかどっちかっていうとキュンの方、キュンの方が多い感じかなみたいな感じはあるんですよね。だからすっごい和むっていうか、いいなって思ってます。あと平野と影浦、まあ私のね推しがどっちかといえばこの平野と影浦の方なんですけど、この二人に関してはなんか本当にもう平野先輩がね別に全然男の人好きとかそういうわけじゃないですよね。まあ影くんもどっちかといえばなんだろう、もう人が好きって感じ、女の人が好き男の人が好きっていうよりはっていう感じで、すごい世話してくれたりとかして、それでそれが嬉しかったみたいな感じからだんだん好きになっていくんですけど、先輩のことを、それにだんだんほだされていくこの先輩よね、だんだんほだされていく感じがすごい好きなんだよね私。まあね、この二人はもうくっついたんですけど、こっちの二人はまだ全然くっついてる感じではなくって、だからこれからどうなっていくのかがねすごく楽しみです。はい、以上佐々木と宮野の雑談でした。ということで今日は佐々木と宮野のバースデー、2022年のバースデーのグッズ開封でした。ちなみに2023年、今年もバースデーの画像イラストを先生がX に上げてくれてるんですよ。それもすごい良くて、またグッズ出るかなとちょっと期待しています。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 X とインスタもやってるので良ければフォローしてください。ではまた次の動画でー。